いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。皆さんこんばんは、元美容部員の和田さんです。で今日はつけまつげの選び方、そしてつけ方のポイントをそれぞれお伝えしていきたいと思います。どうぞお楽しみくださいませ。いつものメイクからまつげを外させていただきました。すごい寂しいお顔、和田さんです。以前からコメントとかでいただいてたんですが、つけまつげは何を使ってるのということで、100円ショップです。はい、アイラッシュ、ベーシック、ブラック軸、接着剤付き A02。 つけまつげを選ぶポイントなんですけれども、100均のものを使う場合はまず軸が太いということですね。結構しっかりと太さがある方が重いまぶたも持ち上げてくれて目がはっきりと見えるんですね。はい、もともと自分の、目にコンプレックスがあって始めた方法なんですけれども、いかに目をはっきり見せるかっていうところに重点を置いてて、そこの違いは軸なんですよね。私みたいなまぶたが重いとか、ちょっとまつげを上げたい、持ち上げたいっていうニーズのあるお客様は使いやすいと思うので、ちょっとぜひそこ着目してみてください。でもう一つが、まつげの毛先がクロス状になっていること。基本的に作られた毛って作り毛っていう感じがしちゃうんですよね。クロスだとそれを軸をピヨーンと伸ばすことでクロスが開いて、なんと急に柔らかい毛になるんですよ。この絶妙な加減がもともとストレートの毛では出せない、このクロスならではのフェザー感というかふんわり感がすごい出るので、もう私はつけまつげは100均だったらもうクロスがマストですね。軸が柔らかくなったので、次はまつげ自体を上にカールするために、このままビューラーをかけます。はい、根元からこうググッと上げちゃってこれは大丈夫です。あとで調整が効くので、びっくりするぐらいカークーってやっちゃって大丈夫です。はい、これすごいポイントなんですよね。全部一気にやろうとせずに、目頭、目尻、真ん中とかちょっと部分部分で、そうするとつけた時に自分のまつげとすごく馴染みやすくなるので、一回やると馴染んでくれるようになるので、本当におすすめですよ。でこの後なんですが、スタートとゴールの地点がですね、両方同じぐらい短く実は加工されてるんですね。これがですね、取れやすくなるポイントなので、逆に両方ともカットしちゃいます。はい、軸があるとですね、こう内側に短い外側の毛で入っちゃうんですよね。なので短い毛をカットして長い毛をこう外側に持ってくるような感じですね。そうするとすごくこう 目に馴染みやすくなるので、ちょっとこれはぜひやってみてください。はい、ここからちょっとまつげをこちらだけつけていきたいと思います。本当に変わるので、私はね、大人の女性こそつけた方がいいと思う。本日使用していくのは D アップアイラッシュフィクサーブラックのお色味でございます。で最初にですね、つけまつげのりをつけてしまいます。アイライナー感覚で大丈夫です。はい、黒いまつげのりってそのままアイライナーに私は結構使っちゃうんですよね、時間がないので。でこのままのりをつけまつげの芯の上の部分につけます。でそのまま乾かします。そしたらここもポイントなんですけれども、こう持ったら手首をクイッと内側につけて、こうまつげがふわーってこううわーって上を向いてる状態でつけていきます。これ結構ポイントでして、こういう状態でつけるとまぶたにこう覆いかぶさってついちゃうので、なんかこうつけまつげさんが目の前にいるよっていう感じがすごく出てしまうんですよね。これをじゃあこうやって開いてつけた状態にすると、常に目がこう開いた状態、しっかりとまぶたを持ち上げた状態でキープしてくれるので、かなりおすすめです。はい、ではこのままつけていきましょう。はい、今つけ終わったこのような感じですね。はい、でつけまつげをつけ終えたらですね、その後ここに差がないように最後ビューラーでしっかりと癖付けをしていきます。以前配信した動画では、地まつげは根元をぐっと立ち上げて、まつげの毛先に向かってスッと伸ばすっていうふうにお伝えしていたんですが、それはあくまで地まつげの場合、つけまつげはですね、長さがかなりあるので、根元ではなく中間を、カールしっかりさせることによって、つけまつげの長さっていうのを強調しないようにします。少しこう押し下げて、中間でカールして少し控えめに上げる。はい、そうするとカールがなだらかになるので、あんまりこうケバケバしくないまつげが完成します。
はい、じゃあこちらビフォーアフターでございます。このやり方本当に時短にもなりますし、なんかつけまつげってあんまりバレない、私ねまつえくとか結構聞かれるぐらい、このやり方にしてからすごい自然になったので、自まつげを休めたい時なんかにもすごいおすすめです。マスカラを塗る必要がないし、これはもうぜひ皆様にやっていただきたいです。はい、ということで YouTube のコメントでも、この場合はどうしたらいいですかとか、 Twitter ですとか、あと Instagram でもなかなかお返事がお一人一人丁寧にできないので、そういったところをライブ配信ではお客様の目を見るように対応させていただきたいと本気で思っておりますので、ぜひよろしければちょっと見ていただけたら嬉しく思います。ということで明日夜8時半にお待ちしております。本日もご覧いただきましてありがとうございました。他にもおすすめの動画がございますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ご来店ありがとうございました。